ほら、ちゃんと前向いて歩かないと危ないわよ。ただいま。今確かに玄関開いたわよね。でも誰もいないよ。これからお前ん家行っていい？構わないけど、何かあったのか？いや、別に。いつものことだよ。いつものことって、何がいつものことだよ。わかんねえよ。別に分かんなくていいよ。じゃあな。
いや、悪いな、突然。またかよ。誰？誰もいないけど。今、ドアチャイム鳴ったよな。そりゃダメだよ。男が謝んなきゃさ。明らかに彼女に非がある場合もですか？いや、まあ、彼女も自分でも悪いと分かってたりするわけだけど、ほら、男の方が先に折れてあげないと謝るきっかけがつかめないわけよ。そりゃまあダメだよ。君が謝んなきゃさ。明らかに彼に非がある場合もですか？いや、まあ、彼も自分が悪いと分かってたりするわけだけど、ほら、女の君の方が先に折れてあげないと彼も謝るきっかけがつかめないわけよ。そんなの冗談じゃないですよ。もしもし。謝んなきゃさ。明らかに田中に非がある場合でもですか？いや、まあ、田中君も自分で悪いと分かってたりするわけだけど、ほら、プライドがあるから。電話の近くでいらっしゃる。電源が入っておりません。またおかけ直しください。もしもし？もしもし？あ、さっき出ました、八木沢優だけど。ああ、八木沢くん？今どこ？すぐ下、玄関入り口のとこ。わかった、ちょっと待ってて。今下に降りるから。あ、あの、もしかして、そこに。何？え？そこ。え？伝えたいの。あ、すいません。私だけど。あら、おばあちゃん、もう着いたの？早かったのね。ちょっと待って、今開けます。もしもし、どうかしたの？もしかしてって何？あ、いや、下に降りてるけどいい？おう、おう。Thank you.
うしたの？バッグなんか放り投げたりして。いや、それが私、不思議ね。今一瞬、八木沢くんがもう一人いるように見えたの。そいつは、さっきまでのドジな僕さ。どういうこと？とにかく、よかった。よかったって、何が？君に見えているのが僕で。え？どういうこと？今回は僕が先だったこと。なんだか、さっぱり話がわからないんだけど。おお、そうなの。ここって結構綺麗なの。でも本当にさっき八木沢くんがもう一人見えたんだよ。やっぱり？やっぱりってどういうこと？八木沢くんって双子なの。そう、そうなの。実は三つ子だったりして。ねえ、寒くない？お家入って。僕にだってよくわからないよ。僕がたくさんいてうかうかしてると他の僕が僕の居場所を奪ってしまうんだ。って言っても当たれないよね。うまく説明できない。とにかく君に会えてよかった。